感染力アップ道場。よいしょー、道場ズボンです。なぎしゃんです。日本一以下略慎太郎です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ今回もね、慎太郎さんから僕と渚が、はい、感染力アップのためにいろいろとね、はい、難しいことを習っていこうと思うんですけども、はいはいはい、今日は何をやりましょうか、慎太郎さん。そうですね、何かリバウンドを制する者はゲームを制するっていう言葉をご存知でしょうか。はいはいはい、伝説の名言ですよね。はい、名言ですね、はい、さてこれは本当なんでしょうか。本当ですよ。本当ですよね。はい、井上先生が言ってますから。言ってますから。はい、本当です。それなしでいきましょう。その井上先生の名前出すのなしでいきましょう。そうか。僕石投げる感じになっちゃうんで、ちょっとわかんないですけど。異論だから。井上先生に異論を唱えるという。それなしにしましょう。テーマなしで今日は。それなしにしましょう。はい。わかんないよ、井上先生見てくれてるかもしれないよ、酒井くんね。そうですね。流れてるんで、このチャンネルでは。はい。僕は何も言ってないんで大丈夫です。僕は何も言ってませんからね、井上先生。はい。はい、今日リバウンドの話ですか。はい、これはリバウンドの話ですね。先週引き続きアドバンスドスタッツを見ていくんですけど、はい、今日、はい、今日見ていくのはオフェンスリバウンド獲得率というものですね。はい、うん、よく聞きますけどね、はい、なんかでもなんか何のためにどういうことが分かるんですかね、それで。はい、そうですよね。なんかオフェンスリバウンドってもう本数が全て、リバウンドって本数が全てなので、うん、じゃあそこからなんか取ってたらいい、取ってたら悪い、二者択一のものじゃないですか、基本的にリバウンドって、パッと見分かりやすい、だからあんまりこのね、深く分析する意味あるのかなってと思われがちなんですけど、これは非常に分析する価値がある数字ですね。ボックススコア、皆さんが B リーグの公式にいるボックススコアでは、リバウンド、オフェンスリバウンドの数だけ出ますよね。多く取ったらいい、ね、少なかったら頑張れみたいな形になると思うんですけど、よくあるじゃないですか、はい、オフェンスリバウンドたくさん取ってるんでいいですねみたいなところなんですけど、オフェンスリバウンドを数で計算してしまうとちょっと弱点があるんですよね。弱点、まあそうだよね。じゃあ渚さん、これ弱点なんだと思います？弱点、僕は分かりますよ。そうですよね、オフェンスリバウンドの数をだけで見ちゃうと、シュートが全部入ってるチームはオフェンスリバウンドにないから、はい、数が変わってくる。鋭い、その通りですね。その通りですね。はい。ちょっとそこね、違和感感じる人も多くいると思うんですよ。オフェンスリバウンドそんなにたくさん取った方がいいのって。そうおっしゃる通りで、シュートが外れればたくさん取れるんです。そうですね。そうですね。はい。オフェンスリバウンドがゼロでも勝つことは全然あるんで、はい。はい、どうなのっていうふうに思うんですが、ここで見てほしいのはオフェンスリバウンドの獲得率。獲得率です、はい、これ計算式で言うとすごくこれもシンプルで、はい、いいですか、まずこちらのオフェンスリバウンドの本数があります、はい、仮に10本としましょう、うん、で相手のディフェンスリバウンドがあります、はい、これ20本としましょう、はい、合わせて30本、はい、これが、じゃあ A チーム10本のオフェンスリバウンド取ってる A チームのオフェンスリバウンドを獲得できるチャンス、はい、シチュエーションですね、が30回あるってことですね。30回ありました、うん、じゃあそのうち10本取ってるってなったら確率は 33%、 30分の10なんで3分の1ですね33% になります、うん、これが計算式、オフェンスリバウンド取れるシチュエーションを合わせてるんです、はい、うん、なのでこれ例えばですよ、2本目のフリースローが外れてしまったと、それ相手ディフェンスリバウンド取るじゃないですか、はい、これも獲得シチュエーションに換算されます。なるほど、はい、ほとんどそういうシーンって、まあフリースロー2本目を外すシーンっていうのもそんなに多くはないんですけど、2本目外れたら大体ディフェンスリバウンド取るじゃないですか、はい、
まあそうっすね、なんか本当にね、あんまりオフェンスリバウンドに行かなかったりとかする場面もですもんね、うん、そう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 、下がってね、戻ってっていうことがあると思うんですけど、それも含めてのパーセンテージなので、より正確な本当にこのチームはオフェンスリバウンド取れてるの取れてないの、うん、っていうところが分かります、うん、ちょっと気になってると思うんで、はい、いつものようにランキング、はい、今現在、15試合終わった時点での B1 のオフェンスリバウンドのランキングを見ていきましょう、はい、さあそれは獲得率でですよね、もちろんね、率です、さあトップ5どうでしょう、まあ、ジャック・クーリーがいるから琉球は入ってくるかなって気がするけどね、琉球いいですね、いいですね、琉球、まあまあまあ、だだと思うんですね、はい、でも藤田さん、もともとオフェンスリバウンド取り行かない作戦の人だったけどね、はい、そうなんですね、はい、藤田のところでは今ある戦力の最大化っていうところがすごく素晴らしい監督なので、うん、クーリーがいるなら取ってきなさいよっていうところだと、なるほど、はい、なんだろうな、はい、どこだろうな、どうでしょうね、秋田、はい、コールビーがいるから、そうですね、カディム・コールビー選手がガンガン取ってきますからね、あと広島あ、広島もいいですね、エチェニケがいるからね、プットバックしてるイメージありますよね、はい、じゃあ富山マブンがいるから、はいはいはい、スミス選手、マブンがスミスでしょ、あ、そっちか今ならスミス選手ということですね、はいはい、そうしましょう、あと誰だ、あ、川崎って言わなくていいのかお前川崎行きます、いや、なんか違う気がする、はい、なんか違う気がする、違う気がする、あとあれじゃない、島根、はいはい、インサイド強いですからね、島根強いからね、島根ですね、はいはいはい、なんか大事なチームを忘れてる気がしますけどね、みんなでオフェンスリバウンドを取りに行く大事なチームを、ね、忘れてるんだけど、なんでもないです、 あの黄色くてね、あのちょっと青山駅のすぐ近くで試合をしてるようなチーム、渋谷ですね、はい、渋谷をですね、確かに、はい、まあ置いておきましょう、はい、じゃあ第5位から発表してまいります、はいはい、第5位は宇都宮ブレックス 35%、はい、35%、まあでも宇都宮はあのオフェンスリバウンド取るチーム、去年はちょっとあのあまり取らない戦略取ったかもしれないですけどね、今年はちょっと結構取っていくっていう形になってますね、まあ、ジョジョ・スコット選手もいますからね、結構オフェンスリバウンド取るんでしょう、はい、じゃあ第4位は秋田ノーザンハピネス 36.11% でございます、はい、また500円じゃん、鉄柱でございます、また500円でございます、1000円になりました、ちょっと待って、あのまあ分かってると思いますけども、あの連続で取ってるっていう感じになるじゃないですか合わせて1000円とか言っちゃうとね、はい、連続で取ってる感じで別理事感出なくなっちゃうね、はい、はい、第4位で第3位が、サンロッカーズ渋谷で 36.4%取ってんだ、じゃあ慎太郎さんに500円、そうですね、はい、500円、ありがとうございます、あ、内容さんからもらえるんですね、はい、すいません、なんかはい、はい、やっちゃったな、はい、送料込みで1000円ぐらいで大丈夫です、はい、高い何の送料、500円玉の送料、そうです、500円の送料、はい、1000円ぐらいで大丈夫です、で、第3位が渋谷でしたと、第2位が的中ですね、琉球ゴールデンキング 36.62% でございます、はい、どこだ1位は、そう、1位どこでしょうね、これ意外だと思いますよ、これすごい意外だと思います、うん、なんとですね、千葉ジェッツです、第1位千葉ジェッツでございます、はい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 、これですね、千葉ジェッツ意外と思われる方も多いんですが、このチームシュートも入ってるんですよ、そうなんだ、はい、先週のね、あ、前回の放送をご覧の方は分かると思うんですけど、うん、EFG パーセントなんと第1位です、 EFG パーセント第1位、はい、千葉第1位でございます、ズボンさん起きてる大丈夫ですかちょっと待って、はい、これあれですか、はい、あのズボンさん、今電波障害中でした、ね、あ、よかった、電波障害、1位はどこ1位はですね、なんと1位はどこ、1位は千葉ジェッツでございます、
ちょっと待って、反応がちょっと待って、あ、千葉ですだったのね、そうですね、はい、すいません、ね、もう全然聞こえてなかった、そうですね、4秒ぐらいタイムラグありましたけれども、なるほど、はい、そう、千葉です、はい、はい、このチーム、はい、EFG パーセントでは第1位だったし、はい、オフェンスリバウンドでも第1位でした。うんうんうん、ということは、さっき、渚さんが、おっしゃってたように、はい、オフェンスリバウンドの獲得機会がないけれど、チャンスがあればたくさん取ってる。うん、なるほど、めっちゃ効率いいね、めちゃめちゃ効率いいです。うん、今年千葉のオフェンスすごく強いと思いますね。うん、はい、うん、帰化選手枠でギャビン選手とかギャビン・エドワーズ選手とかがいて、外国人シャノン・ショータ選手とかも使えて、セバスチャン・サイズっていうね、白襟ハゲバシが今年加入しましたので、はい、新太郎さんね、はいはい、僕サイズなと思って、はい、僕の大好きなセバスチャン・サイズ選手がですね、行きましたんで、はい、はい、だからオフェンスリバウンドマシーンが一人入ってますから、そこでも大いにあるんじゃないかなと思いますね。なので非常に効率がいいです。でここでちょっと見てもらいたいのが、これ数で計算したら果たしてどんな数字になるのかというところなんですけども、数、うん、公式サイトですね、数でランキングすると秋田がダントツです。はい、お、秋田がダントツです。でその次は琉球で変わりません。はい、うん、というとこなんですけど、で、おっしゃる通り島根が5番手に入ってきます、数でいくと。はい、ズボンさんが、はい、うん、予想されていた通り、うん、ということは数は取ってるけど率はその1番ではないっていうところが秋田、そのあたりがちょっとね改善点としてねチームの見えてくるんじゃないかなというのがこの数字から分かって、数と比較するとあれ数は取ってるのに率で見ると1番じゃない、うん、数はダントツなのに、そう、そこが見えてくるのですごく面白いところですね。もっと言うとですよ、もっと言うとですよ、はい、6位以下お話しましょう、はいはい、6位以下、第6位、島根スサノーマジック 34.99%、 はい、7位、横浜ビーコルシア 32.363%、 8位、滋賀レイクスター 30%、 で9位、川崎ブレイブサンダース 28.9%、 はい、何か気づきません？何か気づきません？この並び、並びというかこのラインナップ、はい、帰化選手がいるチーム、あ、そうですね、帰化選手がいるチームっていうのは非常に大きいと思いますね。島根なんかも確かにそういうところだと思います。あ、でもあれか、うん、滋賀にもいないか、滋賀にもいないですね、横浜にもいません、いないか、はい、川崎にも、川崎もいないか、うん、川崎はファジカ、川崎はファジカ選手か、いますと。でここで見てほしいのがじゃあ勝率上位の東京、はい、名古屋、三河、川崎とかですね、うん、そういうところがランキングに入ってないんですよ、うんうんうん、逆に今のところちょっとあまり調子の出ていないチーム、うんうん、が、上位6、7、8位とかに入ってきている、なるほど、というところなんですよ。じゃあこれを、じゃあこれはあれじゃないですか、リバウンドを制すものはゲームを制すってことが、あれあれって思いますよね、はい、じゃあオフェンスリバウンドって獲得する必要がどれぐらいあるのかっていうところも多分今後の議論を呼ぶところなんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど、はい、はい、じゃあシュート決まるなら別に、ね、行かなくてもっていう、シュートうち決まるから別にオフェンスリバウンド行かなくてもみたいな、はい、去年の川崎なんかは明らかにオフェンスリバウンドには行ってなかったですね、はい、うん、ちょっと鍵が出てて、バジッカー選手がフル稼働してたんで、オフェンスリバウンドまで頑張っちゃうと大変みたいな台所事情もあったかもしれないですけど、明らかにこうオフェンスリバウンド取らないっていう戦略を取ってるチームが結構あるというところですね、はい、なんでじゃあ
じゃあここですね、リバウンドを制する者は果たしてゲームを制するのかというところ、こういう数字を見ていくと、はい、ちょっと分かるんじゃないかなというふうに思います、はい、なるほど、はい、面白いですね、はい、はいはい、いかがでしょう、まあ、オフェンスリバウンド確かにね、アドバンススタッツじゃなくてただ本数だけで見ちゃうと、ね、うん、見えてこない部分はありますけれども、はい、パーセントにするとね、見えてくる部分もあるんだなっていうことがよく分かりました、うん、はい、渚さん何か感想をお願いします。はい、いやだけども私は井上先生についていくので、はい、リバウンドを制する者はゲームを制すで、ずるい、次回それずるいよ、なんで笑いながら言ってんだ、いやずるい、でもちょっとすごい、ちょっと待って、本当に気になっちゃったから、これはディフェンスリバウンドを聞いたらなんかまたあるんですかね、それは次回で、あー気になる、気になります、はい、はい、じゃあそんな感じでよろしいですか、はい、慎太郎さん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあまたね、やっていこうと思いますので引き続き楽しみにしてみてください、はい、バイバイ、バイバイ。